ミシガン州会議事堂ミシガン州会議事堂はアメリカ合衆国ミシガン州の州とランシングに立地する同州議会の議事堂ミシガン州議会の上下両院の議場のほか州知事室及び州副知事室が置かれている現在の庁舎はミシガン州史上三代目のものであるこの庁舎は1971年に 国家歴史登録罪に、また1992年には、国定歴史建造物に指定された。初代の庁舎は、ミシガン州最初の州都であるデトロイトに建てられた。その後1847年に州都がランジングに移されると、2代目の庁舎が建てられた。現在の新古典主義建築様式の庁舎は1872年に着工され、 1879年に1月に開庁した。1989年から1992年にかけては3年がかりの大規模な修復が行われた。デトロイトに州都が置かれていた頃の庁舎1787年7月13日、第二次大陸会議で北西部条例が可決され、ミシガンを含む北西部領土が創設された。 その後1805年には、連邦議会の決議によって、ミシガン準州が創設された。ミシガンは1832年から、州昇閣を申請し始めたが、その一方で、オハイオ州との間では、トリードストリップと呼ばれる、重要な港湾都市トリードを含む、面積約1210キロ平方メートルの細長い、土地の所属をめぐって、 トレド戦争と呼ばれる論争が起きていた。結局、ミシガンはトレドストリップを手放す代わりにアッパー半島の西側の3、4を獲得し、領土を確定させて1837年1月26日に連邦26番目の州として昇格した。ミシガン州最初の州とはデトロイトに置かれた。1832年に建てられた議事堂最初の庁舎は、 巡守会議児童として建てられた。このレンガ作りの庁舎は、ミシガン州内では、最古の部類に入るギリシア復古様式の建築物の一つで、正面には、イオニア式の柱で支えられたポルチコをまた中央には高さ42メートルの塔を有していた。庁舎の建設には24,500ドルの費用を、要した。この庁舎は1848年まで順守議会。 および省職格後のミシガン州議会の議事堂として使われた。その後は、この建物は1893年に消失するまで、公立高校の校舎、および図書館として使われた。1835年に、省職格を見越して制定されたミシガン州憲法には、次のように記されている。ザシートオブガバメントフォーディスステートシャルビーアット デトロイトをアットサッチアザープレイスをプレイしずはズメイビープリスクリブドバイロアンティルザイヤアエイティーンハンドレッドアンドフォーティーセブンウェンイットシャルビーパーマネントリーロケイテッドバイザレジスレイチャーこの州の成長は1847年までデトロイトもしくはその他方によって定める場所に置く1847年には立法府により 高級的な所在地が定められる。二代目の庁舎1847年以前、デトロイトは州都を、その管轄圏内に堅持すべく争ってきたが、州西部の人口増加に加え、防衛強化のために、州政府を米下国境から離れた場所に置くことが望まれるようになったことなどから、州都を内陸に移す機運が高まっていった。デトロイトは1812年に始まった。 米英戦争の際に、イギリスに占領され、デトロイト側の両岸、米下国境から1マイル以内のミシガン側の地域、及びカナダ側のウィンザーはその後も、イギリスの占領下に置かれていた。また、州都を内陸に移すことで、内陸部への入植を促すことや、州内の至るところから州都にたどり着きやすくする、狙いもあった。新しい州都の候補としては、アナーバー。 ジャクソン、グランドラピッズが上がった。また、議論中には、マーシャルの代表が、シュート選出を確信し、周知時間定を立てた。延長までなされた、議論の末、インガム軍選出の州上院議員、ジョセフ・ h キルボーンは、当時ほとんど無人に近かった、ランシング・タウンシップにシュートを移すことを提案した。アナーバーの北、デトロイトの西。 グランドラピッズの東というランシングタウンシップの位置が最適な妥協案と考えた州政府はこの提案を承認しランシングタウンシップをミシガン町に改名して州都に定めた。1848年にはミシガン町は元のランシングという名に戻された。ランシングの集会議事堂は1847年に仮の庁舎として建設が始まった。 この庁舎は簡素な木造2階建てで白く塗られ、緑色の木製の枠にはめられた窓と真鍮のキューポラがついていた。この庁舎の建設には22,952ドル1セントの費用を要した。この庁舎は1879年に本庁舎が完成すると売却され、その後は1882年に消失するまで工場として使われた。 三代目の庁舎の祖先1870年代初頭、州知事、ヘンリー・イ・ピー・ボールドウィンは、州議会に対し、新しい、高級的な議事堂を建てるように促していた。1871年3月31日、新しい集会議事堂、及び、州政府職員が臨時で使用する、建物の建設のための法案が可決された。 新しい集会議事堂の建設予算としては、州の所得税の6年分に当たる120万ドルが当てられた。1872年、新しい庁舎の設計に、イリノイ州、スプリングフィールドの建築家、イライジャ・マイヤーズが携わることになり、マイヤーズのチューバーと名付けられた設計案が採用された。マイヤーズはこの庁舎を連邦議会議事堂に習って、 中央のドームと左右両ウィングを有する設計とした。後に、マイヤーズは、コロラド集会議事堂、テキサス集会議事堂、及び、アイダンホジュン集会議事堂の設計にも携わった。この庁舎の礎石は1873年10月2日、7000人のランシング市民と3万から5万人の訪問者が見守る中で定められた。139部屋を有する、 この庁舎は1878年に完成し、翌1879年1月1日に、新しい州知事、チャールズ・クロスウェルの就任と同時に退庁した。この庁舎は、耐火性を備えていること、政府の拡張に耐えうる大きさを有していること、戦争の遺物を保存する、耐久性の高い保管庫としての役割を兼ねている。 ことなど、南北戦争後の時代における全米的な傾向のきっかけとなったものであった。完成当初は薄い気化色をしていたドームは、やがて明るい白色に塗り直された。1989年、衆議会は、庁舎の修復のための予算を計上し、1992年に修復が完了した。この修復プロジェクトでは、 ドームには元のオフホワイトのシェードが取り戻され、内装は多くが元の設計に戻されると同時に改善がなされ、新商社用の設備も設けられた。この庁舎は1971年1月25日に国家歴史登録材に、また1992年10月5日には国定歴史建造物にそれぞれ指定された。ミシガン州会議事堂は地表から ドームの上に立っている先頭の上までの高さが81.4メートル、幅128.1メートル、奥行き83.5メートル、一周463.3メートルで、4720平方メートルの面積を占めている。庁舎は4階建てで、一般用の入り口は1階に設けられている。北側と南側の回廊には、 それぞれ4階まで上がる階段が設けられている。正面玄関の上部に設けられているペディメントには、ミシガンの怒りと、シンポというタイトルが付けられている。ペディメントの前面中央には、ネイティブアメリカンの衣装を着た、ミシガンという名の女性像が彫られている。この女性は、本と球体を州民に差し出しており、これは、州の明るい未来を象徴している。また、 この女性の周りは農業を象徴する、スキ、コルヌコピア、月経樹や、州運業、工業、製材業を象徴するものなど、州の経済を象徴するもので囲まれている。旧ミシガン州最高裁判所かつては、この庁舎は、州政府の機関すべてを収容し得る大きさを有していたが、州政府の規模が拡大したため、現在では、 立法各機関の事務所が入った二棟のビルは、議事堂正面の向かいに、最高裁判所は、キャピトルモールの反対側に、また、ミシガン州立図書館、歴史センターは、集会議事堂の2ブロック2市にそれぞれ移転し、議事堂内には、ミシガン州議会の上下両院の議場と首脳部の事務所、州知事室、州副知事室のみが残されている。かつて、 ミシガン州最高裁判所として使われていた部屋は、州上院採出委員会室となっている。1階の回廊は、元々の庁舎の設計では、南側の回廊の南西角にある武器庫などの倉庫につながっていた。当初、1階の床は板張りであったが、後にグレーのタイルで敷き替えられた。部屋は、庁舎の完成当初は、ガス灯で照らされていたが、 1900年頃までには伝統に置き換えられた。現在では1階には集上院事務官や集会上級管理の事務所のほか一般来庁舎用のツアーや情報サービスが置かれている。天井に描かれたムーサノが2階から4階にかけては床にはバーモント州産の大理石とライムストーンが用いられている。ほとんどのドアノブは真鍮や その他の銅合金でできている。完成当初に付けられていた、新中製のドアノブのほとんどは盗まれた。現在のドアノブと蝶津街には、臭章が示されている。庁舎内には、一見ウォールナット材で作られているように見えるものが、見られるが、これらは実際は、ミシガン州産のストローブ松材で作られており、ウォールナット材に似せて塗装されたものである。ドームの直下は、 2階からドーム裏側まで吹き抜けの円形広間になっている。ドームのすぐ下の天井には1886年に描かれたムーサの画が8枚円形に並べられている。これらの画の作者は100年以上にわたって不明であったが、現在ではトマソ・ジュグラリスがボストンのアトリエで制作したものとわかっている。2階の北側にはロングドロップクロックと呼ばれる。 大きな時計が設置されている。この時計は、庁舎の完成時に設置されたもので、かつては、議事堂における正式な時刻を示す時計であった。この時計は1990年に修理され、現在も動いている。3階には、知事室、副知事室が設けられている。また、3階と4階の廊下には、歴代のミシガン州知事の肖像画が飾られている。 1989から92年の庁舎、改修時には、知事室は、最も大規模な改修が行われた、箇所の一つであった。知事室には1876年に、詐欺能のフィージ・ブラザース社が製造した備品が、残されている。4階の両端には、ミシガン州議会上下両院の議場の傍聴席が、設けられている。38名の議員からなる。 ミシガン州上院は、庁舎の南側のウィングに、110名の議員を抱える。ミシガン州下院は、北側のウィングに、それぞれ本会議場を置いている。議場の設計は、基本的には、上下両院で、違いはないものの、上院の本会議場は、下院の本会議場よりも小さく、装飾も大きく異なる。上院本会議場は、テラコッタとティールを基調としてまとめられているのに対し、 会員本会議場は青と金色を基調としている。上院の議長は修復知事が務めており、その席はウォールナット材で作られた円壇の奥に置かれている。会員本会議場の入り口に敷かれている絨毯には、楕円形のカルトゥーシュに、州の花であるリンゴの花が描かれている。会員議長の席は、議場正面奥の中央に位置しており、その上部には石膏に掘られた。 色付けされた、収章が飾られている。上下両院とも、コンピュータ化された投票システムを用いており、投票結果が、傍聴者にもわかるように、壁に埋め込まれたスクリーンに投票結果が、映し出されるようになっている。また、上下両院とも、自然光を取り入れられるように、本会議場の天井には、ガラスのタイルがはめ込まれている。これらのガラスのタイルには、 エッチング加工がなされており、各州の州省が描かれている。議事堂の敷地内には、様々な木が植えられている。庁舎の正面には、州の木であるストローブ松が植えられている。敷地内に植えられている、最も古い木は、まだ庁舎が建設中であった1873年に、植えられたあずさの木である。1992年、アメリカ森林協会は、この木は、 ワシントン州のわらわら市内に植えられているあずさの木と並んで全米に現存するあずさの木の中で最大のものであると認定した。1973年にはベトナム戦争の行方不明者と捕虜を記念して自由の木と呼ばれるコロラド島飛の木が植えられた。また1984年にはマーティン・ルーサー・キング・ジュニアを記念して マーティン・ルーサー・キング・ジュニア博士の木と呼ばれる木が植えられた。また、敷地内にはガンストーンと呼ばれる南北戦争で北軍について戦った退役軍人の記念碑が置かれている。この石碑は1924年に建てられた。ありがとうございます。